水ワニスドカーカーイアスカモハライは、ネズミザメ目、水ワニカに属する唯一のサメ。世界中の暖かい海のやや深いところに生息する、全長1.1メートル。オオワニザメ科のオオワニザメオドンタスピスフェロックスや、白ワニ、カーカーイアストーラスと混同されることもある。また、オオワニザメを、水ワニと呼ぶこともある。全世界の亜熱帯及び、熱帯の海域に分布する。 日本近海では、日本海側は、山陰地方以南、太平洋側は、四国付近以南に生息している。海表面から水深590メートル以深の深海に生息している。最大全長は、死ゆともに110センチメートル。ネズミザメ目の最小種である。体色は、肺色が灰色から肺褐色で、腹側は薄色。ヒレの縁は薄色である。第一背びれは大きく。 第2世ビレは小さい。胸ビレはやや丸みを帯びている。餌は、外洋の小型魚やイカ、エビなどである。体生、卵食型、または卵食、ともぐい型の可能性もある。産子数は4尾で、2つある子宮に、それぞれ2尾の胎児が育つ。出生時の大きさは、約41センチメートル。成熟サイズは、オス74センチメートル以上。 メスは89センチメートル以上。水ワニの名は昭和30年頃に京都大学農林部教授松原前大松によって命名された。主名のカモハライは当時高知大学分離学部の教授であったカンバラトシハルの名にちなんでいる。分類学においてイギリスの名前はこの動物の水ワニの日本の名前に由来しつけているともある。日本においては古来からサメのことを ワジと呼んでいた。そして、ワジは一般には、ワニザメのことされている。日本神話の稲葉の白ウサギに登場するサメもワジと呼ばれている。ただ、稲葉の白ウサギにおいては特に特定はせずサメや不可のことであるとなっている。山陰地方では現在でもサメのことをアニと呼んでいる。日本から発信された、ミズワニの名前は、ワニザメイコールミズワニとする日本とスモーアルトスサンド、 ティーガーイコール水ワニとする誤解が生じているようである。水ワニとあるのに、オオワニザメの特徴が書かれている文献も多く、混同されているようである。また以前、オオワニザメやシロワニが、水ワニ化に分類されていたことも、混同の要因の一つと思われる。水ワニ、シロワニ、オオワニザメの分類に関しては、ネズミザメ目の項目を参照のこと、ありがとうございます。